皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあいかがですか今年は。いやもう僕はたくさんお酒を飲みます、もう十分飲んでますけどより楽しい年にしたいですね。そうですね、うん、そうですね。僕もやっぱりこう今年こうお酒と出会って、まだまだ発展途上なのでどんどんこう知識も得ていって、ちょっとお酒博士になりたいなと。そうね、いいこれから勉強していって。そうですね、でさらにこう HP を舐め続け不穏な空気を流しさあということで今年一発目の回こちらご覧ください。最後にあの二人と飲めてよかった。いや久しぶりですねこの3人で揃うの。箱根以来。箱根以来ですね。静岡県掛川市にやってきました。よっしゃ、はい、学生じゃ実習で1ヶ月住んでた。店内がめちゃめちゃおしゃれ。映えてる、映えてますね。この上3つが掛川ビール。掛川ビール、いや掛川行きたいね。うわお、え、ほうじ茶。うわダーティーフライ。ポーランドの名物店ラードのフライドポテト、お久しぶり。乾杯。ダーティーフライ行きますか。乾杯。来た、来ました。来たよ。うわありがとうございます。うわのすごいすごい、いろいろ乗ってる。いや、うわ香りすごい。ベーコンとパプリカ。パプリカですね。なんか上から振りかけてあるのはチーズとバジル。あ、バジルですか。バジルのいい香りだこれ。うわうまそう。うわうまそうだな。ちょっとずつじゃあちょっともらって。うわこれはまたいいですか。どうぞ。いただきます。食べちゃってください。マジっすか。マジうまい。ちょっと食べて。ちょっといただきます。絶妙なバランス。何これ、マジでやばくない。ちょシェフ呼んでくれ、シェフ、目の前にいらっしゃいますけど、これマジうまい。うまい。何これ。チーズ絶妙ですね。絶妙だし、バジルも絶妙。うまっ。このポテトだけだと物足りねってところをベーコンが補うんですよ、でしかもパプリカとかね、ピーマンというかこう野菜が入ってて、そうだからそのベーコンの塩分とでこのバジルの風味とこの食感のあのこの野菜たちの、こうもうアベンジャーですよ。いや全員主役になれる、好きなもの全部入れちゃった。全部やばいわこれこれはもうビールに合うこと間違いなし。うわこれダーティーですね。いやこれマジうまい。やばい、俺めっちゃ好きだわこれ。これめっちゃ美味しいですね。これはね、あ、もうないポテト界最強。いやこれ本当にマジで最強。キング現るよ、めっちゃうまい。なんか絶妙だよバランスが。ビールこれやばいですね。ビール飲んだ方がいいぞ。これは確かに。乾杯しましょう。乾杯。これはやばい。あこれちょっとこれやばい。マジでうまい。止まんないわ。止まんない本当に。うまい。一気に掛川になりました。暮らしたい町にサンクイン。わしづかみされましたね。わしづかみ一軒目からわしづかみめっちゃ美味しい。いやこれあるなら来る価値ありですね。カジトビールも種類もさっきメニュー見たら、多分めちゃくちゃ10種類ぐらいあるんじゃないですか。掛川以外でもね。でこれ季節によって変わるっすよね多分。あ、日本酒もですね。なもなくなり次第変わります。あ、次新しいのがどんどん出てきます。すぐ変わっちゃう。うわすげえ。ダーティーフライっていうもう有名な食べ物なんですか。これあのアメリカのポートランドに、有名なお店があって、まあ、それをこうこっちでもやりたいなと。あ、なるほど。ポーランドじゃなくてポートランドっていう地域ですか。そう、クラフトビールが有名なね。こんだけいっぱい混ざってるのに全然喧嘩してない。そうだからめっちゃマッチしてる。うまい。いやこれは最高だ。これ最強の食べ物見つけたかもしれない、
完全食です。完全食これを食っとけばそうもう間違いない。そう野菜も取れてる、うん、で肉もタンパク質もある炭水化物、炭水化物、脂質全部完全食です。こんなに美味しい完全食ないですよ、ね。うん、だいたいなんか欠けてますからね、うまみとかが、うん、うまっ。皆さん、皆さん、はい、実は3人久しぶりに揃うので、はいはい、飲み旅ツイッターで皆さんへの質問を募集したんです。ああ、してました。なるほど、聞きます。はい、何ちょっと変な質問とか来るんじゃない。ちょっと NG ワードとかあるんじゃないの。大丈夫ですか。はい、最初この3人で飲み旅案内人をすると聞いた時の感想を教えてください。僕はもう本当に、いや僕で大丈夫かなっていう。あー、なるほど。やっぱお酒も、うん、これからっていう感じだったし、あとYouTube も見てましたし、ね、うんうん、テレビでも見てましたし、うんうん、自分で大丈夫かなっていうのは正直ありました。いや全然中ちゃんで結果大良かったよね。本当に良かったと思います。うわ嬉しい。最初の感想はそうですね、そんな感じでしたね。ゆめちゃんは。僕はなんかあの雑誌っていうかネット雑誌の時から、うん、まあ、ずっとやってた企画ではあったんで、うんうん、だから一人でやっててわ寂しいなみたいな思ってたんで、本当、うんうん、3人になるって聞いた時は、うん、やっとなんか、うん、飲む仲間ができるみたいな。そのスタッフさんとも飲んでたんですけど、うん、そうではなく演者さんでこう一緒に飲めるっていうのがあるなっていう。今まではこうカメラと自分だけだったんですね。そうですね。でそれがこう3人だから3人で、うん、でもうなんかこう何喋ったらいいんだろうとかはちょっと思ったりはしたんですけど、うん、いやでもお酒の席だし、うん、あんまり固くならない方が、うん、いいんじゃないかなと思って、うんうんうん、僕はなんか結構こう緩やかに気持ちは、うん、まあ確かに、はい、なんか俺はもちろんお二人のこと知ってたから、うん、マネージャーから電話来て、そのまま中ちゃんとゆめちゃんと3人でただただ楽しくお酒を飲む番組が決まりましたと。うおっしゃーって、もうめちゃくちゃもうあの どこだったかな、駐車場かな、どっかの、よっしゃーって言ったもん。マジでいついつ、なんか泊まりになる可能性もある、全然全然全然みたいな、飲めるしっていう。そう、なんかめっちゃ最高だよ。昨日も地元で飲んでて、明日何なのこんな飲みすぎて、大丈夫、いや大丈夫、明日も朝から飲むからって。そんな仕事最高じゃんって地元の友達たちも言ってたぐらい、そうめっちゃ嬉しいのよ。で行ったことない県とか場所にも行けて、う、うん、でこういう料理とかお酒とか人とかに出会えるわけじゃないですか、うんうん。だってね、変な話、仕事で行かなかった、一生行かなかった場所もいっぱい行くじゃん。ありますね。そうそうそう、なかなか行けないよ、ここはっていう。そう、だから本当にあの完全仕事かもしれない。完全食とかけて完全仕事。一回乾杯しよう。一回乾杯しましょう。これで リセットしよう。酔いが回ってて、ごめんなさい。全然違う、すっごいマイルド、そうですよね、クリーミー、なんか飲みやすい、飲みやすい、美味しい、最高。続いて、はい、3人の仲はどれくらい深まりましたか。いや、うわ、かなり、マジで箱根終わり、うん、めっちゃ仲良くなった。いや、でも本当そうですよね。マジで、1日目終わって、うん、いろいろ飲み行ったりとかして、うん、ぐっ、そう、地元のダチみたいな。そう、なんかでも2人が意外だなと思ったのが、今日あるじゃん、はい、いや俺らもあんましないんだけど、明日よろしくお願いしますみたいな LINE。 はい、いやこれ、うん、僕最初に梅丸さんからも来たんですよ、うんうん、うわこれ俺からしなあかんかったと思って。あ、なるほどね。もうすぐスタッフさんとかカノナさんとか。それは正直、うん、ゆめちゃんから来た後に中ちゃんから来たから。ごめん、いやだからごめん、多分中ちゃん的にはやべえやべえと思って。俺はあれなんですよ、うん、箱根以来だったから、うん、で多分途中ロケをしてるから、ね、うん、いやちょっと仲深まりすぎてて、あ、なるほどね、なんか気まずくなったら嫌だなって思ったんで、全然ね、明日よろしくお願いしますっていう。いや本当
いや本当俺やべえと思ってこれ俺からやらなあかんかったと思って。いやだからなんて言うんだろうね、やっぱこう礼儀というか、さすが岡崎の武士っていう感じ。いや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 、本当にもう礼儀礼節のね、また普段絶対にしないですからめっちゃ嬉しかったです。でもその感じが嬉しいよね。めちゃめちゃこの番組を大切にしたいっていうのと、う、ね、この関係性も含めてね、うん、そうだから、じゃあ次か次ある時またまた早めにもうマネージャーから連絡来た瞬間よろしくお願いします。俺聞いてないんだけど。最後の質問、はい、カナダさんへ。んおお、なかちゃんはどのくらい可愛いですか。そんな質問があったんですね。申し訳ない、デビュー2年目の松田聖子ぐらい。めちゃくちゃ可愛いめちゃくちゃ可愛 い, いむちゃくちゃ可愛いです。めちゃくちゃ可愛 い, いマスターめっちゃ笑ってます。どのぐらいって言われたらね、でもそれぐらいだ、すごいじゃないですか2年目の松田聖子さんって。もう乗りに乗る。いやもちろん今もお綺麗でいらっしゃいますけど、そのまだ若い若さとその大人になりたいこの間、子供と大人の子どなっていう感じだからそのね、そうだから中ちゃんにもその大人の色気とまだ青年が残ってるこのぐらつきの揺らぎがやっぱりこの可愛らしさ。わー嬉しい。わー素晴らしい、うん、そうね。いやでも中ちゃん可愛いもん。可愛 い, い、うん、ね、そうほんとなんて言うんだろう、そのもちろんアイドルとしてのかっこよさとはまた別の、うん、なんだろうな、愛嬌があるんだよね。愛嬌ある、本当に愛嬌ある。年上からすごい好かれると。そう、めっちゃで、俺は未だに覚えてるけど、そのロケバスでね移動してる時に、まあ俺は寝るじゃん普通に、ちょっと移動長いから。で中ちゃんが前だったで、俺寝ようと思ってボーってやったら、中ちゃんがなんかこうずっとなんか下向いてやってるから、はい、何やってんだろうと思ったら、台本をずっとこう暗記してんの。かわいいって、かわいくないと思って。かわいいっすね。めちゃくちゃ練習してんだよ。あ、なんとかなんとか。そう。そんで、うわあめちゃくちゃいいなっつって、うん、オープニングじゃ始まりますよーしたってなったら、めちゃくちゃ噛んでた。かわいい。本番と練習違うんだよと思って。2時間半みっちりこうずっと練習してたのに、本番になったらもう全然カミカミで。だからそれも可愛いな、それも含めてこの練習見てるから、練習なかったのは髪はあれだけど、練習あっての髪はもう可愛いよ。可愛かった。見てる人は分かってるんですよ。そうそうそう、僕たちは。あ、嬉しい。あんなに真剣に取り組んでてやってこう噛んでしまう、かわいい、そうよし、でも全然いいよってなっちゃう。そうそう、あと何か言わなきゃの時のふわついたコメントね、かわいい。あったよね、バレてましたかね、あのなんだっけ、かわいい、いわき市の時の何かの回あったよね。どういう意味、なんかワインかなんか飲んで日本酒みたいですね。そう、ワイン飲んだ後、あ、なんかって結局何言っていいか分からなくて、なんか日本酒みたいですね、ワインだからそれはとかっていう可愛さ、ずこーっていう、そう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 、なんか一生懸命こうね、なんか言いたい。そうで、これはだから成長物語でもあるんですよ、その中林くんのそのお酒と向き合うドキュメンタリー番組。あ、ドキュメンタリーですね。中ちゃんディスカバリーチャンネルだと思ってみてる。あ、確かに確かに確かに、中ちゃん緊張してる時カナダさんのボケ本当スルーしてます。そうそうそう、うん、で俺もなんかヘラヘラして終わっちゃう。その自分で突っ込むのもなんか違うか。いわきの酒蔵の時もカナダさんが理科室ぐらいの大きさですねみたいな。あ、そう言ってた。そうですねみたいな。そうそうそう。あ、そうなの？そうですね。そうそうそう。そう、まず情報とかいろいろ考えるとね、確かにね。いや、いいんですよ、そのボケをスルーされるカナダもなかなか見れないんで。はい、芸人さん同士だったらすぐこう、そう、だからやっぱりそう、ですからね、そう、だから全員ジャンルが違うから、うん、それも面白いの、やっぱ話もさ。いや確かに、うん、本当に美味しかったですね。いやもうこんな話尽きないっすね。いや本当にめっちゃ気に入っちゃったもんみたいな、うん、美味しいし、ビールも飲めて、うん、最高っすよ、これね。この掛川市初のねクラフトビールも、うん、飲めたところで、うん、次はちょっとやっぱ静岡といえば、うん、お茶がやっぱ有名、まあね、じゃないですか。もう切っては切り離せない、ね、存在ですよ。ちょっとね、うん、お茶を
味わってこようかなと思うので行こう、ちょっと次行きますか。行こう。じゃあ行っちゃおうか。行っちゃいますか。じゃあ行きましょう。行きましょう行きましょう。いや、ごちそうさまでした。楽しいですね、本当に。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。カナさん。いや、行くっすよ。何してるんですか。いや、申し訳ないけど、はい、ここから離れたくない。離れたくない。え、じゃあお茶の方にはいか。え、これ、このさ、番組はもう自由行動でいいんだよ。ちょっと、もっといろいろクラフトを学びたいし、クラフトをね、そう、もっと深いところまで行きたい、うん、うわ、でも番組ってチームで動いてるんですよ。そうですよ、やっぱカナさんはやっぱ欲しいじゃないですか、見てる人も。確かに。でもやっぱりこのこっちはクラフトを勉強する、はい、でお二人は言ったらお茶を学ぶわけでしょ。そう、酒なのにね。そうですね。お茶は絶対にこの先にまた出会うと。クラフトとお茶が。なるほど。だってほうじ茶があるんだよ。確かに。じゃあマッチするところで、そう、まだかなさん来てくれると。そう、なるほど。じゃあお互いこう便をなして、そう、お互いにまたさ先で会おう。うわ、ずっとポテト食ってるだけでしょ。食べたいだけじゃないですよ、ね、もう一個くださいっつって。でも深いよ。ポテトもポテトとクラフトとお茶でいずれ会おうよ。わかりました。じゃあ僕たちはお茶の方行ってきますよ。行ってきますか。じゃあこっちの方が絶対楽しいと思う。いや本当に後で後悔しても知らないですから、こっちの方が絶対楽しいよ。じゃあ行ってきます。じゃあね、後でまた会いましょう。じゃあね、またね。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。最後にあの二人と飲めてよかった。はい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 、シャンパン風に仕上げた発泡性の緑茶リキュールっていうのがあるみたいで。いやもう、いや分からん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 。美味しそうな色してるわ。ツイッターで質問募集とかしてみますか。レシピ分かんないから坊主ずっとキラキラ外で終わって箱にしますからね。坊主やめるわ。